今回はヒルトン名古屋にやってきました。新幹線発着駅の名古屋駅から車で5分、歩いても15分ぐらいの場所にあります。最寄りの地下鉄伏見駅からは歩いて3分、名古屋や栄、どちらにも一駅で行ける場所にあって、中部国際空港発着のシャトルバス停留所はホテル隣接の大通り沿いにあります。ビジネスにも観光にもとっても便利なホテルです。地上28階地下3階のパールホワイトに輝く建物で、スイートを含む460の客室がある私たちお気に入りのホテルで、今回3度目の宿泊となります。以前宿泊した様子は過去の再生リストヒルトンや名古屋にあります。よかったら見てください。以前エグゼクティブラウンジでのティータイムで美味しいケーキに出会えたので、今回も楽しみにやってきました。美味しいものを探しながら旅を楽しんでいるアラフォー・アラフィフ夫婦の Vlog です。沖縄が好きなのでちょっと沖縄動画が多くなっていますが、フットワーク軽く美味しいものを探していろんな場所へと向かいます。一緒に旅を楽しむような感覚で、次の旅行先としての参考に少しでもお役に立てるように、夫婦の旅行記録 Vlog としての動画を作成しています。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけたら嬉しいです。今回もヒルトンオナーズダイヤモンドメンバーとしてカクテルタイム、豪華朝食ビュッフェ堪能してきたので、その様子をご覧ください。ジムやプールなどについては過去動画ご覧いただければ嬉しいです。それではヒルトン名古屋ご覧ください。エグゼクティブラウンジとその向かい側にあるお部屋が利用できました。今回は向かい側のこちらのお部屋で過ごすことにしました。このお部屋にはトイレやお仕事をするスペースもありました。ほとんど貸し切り状態でゆっくり過ごすことができたティータイムです。
ヒルトン名古屋に初めて泊まった時にびっくりしたのがこの朝食の豪華さ。名古屋の名物が揃っていたり、80種類以上和洋中アジアンフードやエスニックなどいろんなご飯が食べることができます。パンも焼きたてでとっても美味しかったです。ぜひ宿泊した時には朝食ビュッフェ食べてみてください。静かでいいね。うん、こっちは。いつも向こうや。いただきます。すごい、八丁味噌が入ったキーマカレー。八丁味噌が入ってる。うん、キーマカレー。隠し味に赤味噌。これ美味しいわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。